いらっしゃいませ。正面向くとこうだから、こんなもんでいいかな。カメラの角度は、またカメラの角度おかしかったら言ってください。いらっしゃいませ。久しぶりですね。数時間ぶりです。もう鶴峠ってとこから下って、お、初見さんいらっしゃいませでさっきいつも寄ってるこの花の里っていう蕎麦屋さんでお蕎麦食べてました。大変美味しかったです。今日はなんか特に美味しかった気がするんですよね。温かい蕎麦と野菜天ぷら、お蕎麦大変美味しかったです。いや、そこまでは遅くならないはず。ここから先もあと1時間ぐらいしか走らないことになるはずなので、ちょっとグローブあった。で、さっき鶴峠から下るときはもう動画撮ってるからいいかなと思って放送しなかったんですけど、やっぱ間が持たないので、動画の間を持たせるために皆さんのコメントをいただくという大変失礼な、そう、殿様マウントです。わかるかなじゃあ行きましょうか。お、いらっしゃいませ。ここから上野原までだいたい下り基調で1時間ぐらいだと思います。20キロ弱。いらっしゃい。あ、そうだ、あ、しまった、 GPS の電池が切れて GPS ログが。寒さは全然ないです。頭についてるのは、出っ張ってるのは GoPro ってやつです。ハイディフィニションビデオカメラ。ちょっと待ってください、 GPS ログ取り続けないと。間が持たないときには、あ、ネロさんやっぱ走ってるんですか。あ、ネロさんてっきりなんかリンコスタンド、このヘルメット恥ずかしい、いや恥ずかしさは大してないですね。とりあえず人に迷惑かかってなくて、脅威を与えなければ私は大丈夫です。脅威を与えてしまうとちょっと迷惑かけてる気がして耐えられない。できれば、あ、でもちょうどいいんじゃないかな。あと1時間ぐらいで上野原っていう風に確かさっき放送してましたよね。ちょうどいいぐらい。我々はあと1時間ぐらいで上野原です。で、合流してそこから輪行して帰るんですかね即刻よし、いらっしゃいませ。あ、ネロさん飯は何食ったか分かる人いますかねと今 Z さんが。しかし夕飯食うにはちょっと夕飯18時とかは早すぎるな、今の我々にとって。 Z さんが CD？ ん、え、うどんですかあ、そうか、ネロさん、そうや、昼飯食いたぐれたんだった、そうだ、あ、今見えたかな。来週土曜日にこの辺で餅つくらしいです。あ、ちょっとポタファイが今ポケットに入れたままだった。餅弱いですよ。つきたて餅に弱いんですよ私は。あ、よいしょよいしょ、出られねえ、やった、車が来週、いや来週はまた別のところ行きたいですね。さすがに餅のために鶴峠もう一遍登ってくるのはちょっときつい。つきたて餅は別格ですね。そこらで売ってる餅とはちょっと違う。つきたて餅は一瞬で固くなるから、今のクラクションは注意、道路左右に今ゆっくり行こうとしてたんですね。なるほど、じゃあ確かに。あ、餅もいいですね。つきたての餅の柔らかさが機械でついてました。まだありますけど、あれ以来使ってません。っていうか部屋が今もう今はん、下りが何、あ、リエさんお疲れ様です。お仕事からですよね。辛み大根もいいですね。お、微粒感ってこれ前からあったんですけど、看板が増えたな。歯が欠け、あ、結構致命的ですね。私も歯が、詰めたものが取れるっていうのが旅行中に起きてヒヤッとしたことあります。あの時詰め物が水道の蛇口というか排水口の中に流れてなくなっていたとしたら、いや、これ普通に物産館というか蕎麦屋さんみたいなやつとか
Z さん既婚かどうかは実は知らないです。これも前聞いたのかもしれないけど、私の揮発性メモリーで揮発しました。大社ですね。大社、ボボボ、この辺りの、まあ、集落っていうか、まあ、普通の、ま、小さい町みたいな感じだと思うんですけどね。この辺りもいいですよね。あの辺りかかし増えてる。ちょっと待って、ちょっと技術者試験前大昔に2級受けたことありますけどね。ほらあんなに人がたくさん、お、いらっしゃい。この辺かかし文化なのかな。今日あの迂回するんで行かない予定の田和峠っていう途中ちょっと上り返しのところがあるんですけど、そこもこういうのがあるんですよ。ほら、天気まだいいですね。4時過ぎてもまだこの明るさ。ようこそかかし祭りへ。町おこしなのかもしれないですね。ちょっとこれはあれ意識してるよな。これシュロのこれかかしかな。おはようございます。あのかなりおどろおどろしいイノシシと銀色の人、あの人はあれだな、シルバーサーファーだな。そう、男主でしたっけ。男どっこい、あのところどころ剥がれてるのがすごいな。もののけ姫、あの上の銀色の人じゃないですかね。シルバーサーファーっぽいけど。これ誰だっけ、なんか見たことあるけど。カカシと写真を撮ろう。カカシを撮ってるけどカカシとは撮ってないな。三輪明宏かな。ていうかここ小学校かですよね多分。三輪さんが出てきます。三輪さんがマイケル・タイソン。この辺り昔からというか前からあのあちこちかあのカカシが飾ってあったんですよ。あの途中の路上、あ、パラダイスです。うった、ちょっと今急にハンドル切りすぎて。そう、シルバーサーファーは、シルバーサーファーのファミコンゲームでしか私は知らないんですけどね。裏が違う。見えますか裏の人。鳩山さんですかね、今の顔は。ああいう顔だったっけ。だけど散々カカシは取ったのでこれで OK。 いらんで。なるほど、顔のシルエットは大体同じってことか。鳩山さんはカメレオンに似てますね。なんか目がそういう風に表現したのはそういうことかな。ゴールデンウィークは5月2日から6日まで、2日から6日まで走る予定です。走る場所は山口県の津和野からスタート、あれ島根県だけ、あれは津和野は津和野からスタートして山口県の萩からその先のまだ私の知らない地名の場所を通って、あ、島根でしたっけ。萩は山口でいいんでしたっけ。まだ萩も島根かな。島根に行くんですか。そう、島根から、あの前島根のはい、ございます。殿様マウント、次山口でいいんですよね。前増田まで、北側から増田まで走ってきて、そう、津和野もこれで3回目になるな、行ったら。うん、青森は夏休みに行きたいです。大都会、そう、大都会岡山って表現はメジャーなんですか、あの言い方は。私大体立ちこぎしてますね、坂道の時は。
ああ、サインはまだ続きが残ってるっていうので何度も言ってます。あ、諏訪野はですね、放送したことありますよ。諏訪野、雨の中歩きで配信したんですけど、よかったです。アブが、アブですか。コンビニはないですね。あれ、ちょっと待ってよ、タワ峠はこの先だったっけ。あれ、迂回路間違えたりしてないよな。この先か。そう、このアップダウンあるんだ。島根野宿、そう、いやどうかな。ネロさんが何したって。ネロさん、昼飯はなんか道の駅の休業中っていうツイッターが。そう、山口、萩も行ったことないんですよ、今まで一遍も。だから行く。そうそう、ここ前から。あ、でも飾ってあるかかしがまた違ってるな。 Z さんは、いや、そういう約束はまだないですけど。萩、おはようございます。芋来たんですか。やった。あれ、でも逆にこの辺りの、この辺り前たくさんあったと思うんだけどな。ドーナツ、今日はもうあと1時間ぐらいです。夜、じっとりさんは鳥取のあたり。録画ちゃんとできてるかどうかもチェック。あ、寝落ち、録画できてる、できてる。で、この先まっすぐこの県道沿いに行ったら多和峠っていう登り返しがあるんで、そこを迂回しますっていうの前やったな。そういや、キャー、電波どうだろうな。そう、黒ヘルです。そう、下りあんまりスピード出さないようにはしとかないとな。うん、そう、メットをですね、OGK のファローっていうやつに変えました。これ頭のところにライトをつけるための台座があるんですよ。で、そのライト台座を利用してGoPro っていうカメラを裸で貼り付けるという、周りの防水のケースを外して、そのまま、え、わ、和田峠、頭を付け替え、アンパンか、アンパンマンか。で、ここです。ここが分岐点、平野田休養村キャンプ場ってとこで。岩木さんはどこだろうな。あ、青森のあたりも地理まだ全然知りません。こっからその多和峠っていう登り返しを迂回します。空、空だって飛べるさ。ってなんだっけな、多和峠。あー、なるほど、多和峠と和田峠は、そうだな、確かに。いや、確かにそうだな。いや、行かないですけどね。確かにそうだな。いや、あ、こっち電波どうだったかな、前来た時。放送で前来たんですけど、どうだったかな。しまなみ海道、四国、しまなみ海道2回走ったことあります。四国も何度もあります。やった、マジ。ああ、路面ですか。今これ上り返しを迂回してます。裏道通って。うん、横浜より、そうですよね、横浜。そう、たまたましたたかに打つと持ってない人には説明できない痛みが走りますね。しかし、たまには多和峠に行ってみてもいいかな。傾きましたね、さすがに。ん、足が
アップダウン、ただそんなに上り返しはないんですよ、こっちは。世界で一番なんです、うん、ん、世界で一番がなんだっけ。あ、あ、犬か、猟犬か。あれ前あったっけこれ。山口出身、何が多い。猟犬いましたね。音質も、え、そうですか。あ、口に近くなったからかな。結構この襟元の締め具合によってマイクの位置がずれるので、猟犬って分かるぐらいに映りましたかね、あの顔出した時。あ、トマト。褒めたらダメ？褒める？電波は良くないのかな、じゃあ。撤回します。いいよ、撤回します。ダメか。じゃあ。真っ暗ダメか。いや、まあまあこっちは確かに谷底というかちょっとあの県道とは県道とは少し山というかな、丘を挟んだとこを通ってるはずなんで今。あ、相変わらずいいなこっちは。で、この辺にキャンプ場が、その休養村キャンプ場というのがありますね。よっと。あ、来ました。さすがに電波はずっといいってわけではないんですね。でも、そこそこ来るんだ。いらっしゃいませ。ここが平野田休養村のキャンプ場のところでした。そこを通過して、藤野駅の駅舎飛び壊したようです。ん、藤野駅ですか。あの辺り結構新しいあのギャラリーみたいなのができたりしてましたよね。ということは駅舎も作り直すってことかな。いらっしゃいませ。18号線、ああ電波ですかね。まあ18号もいいかどうかわかんないですけどね。確か前この辺で猫が家の中から見てたと思ったんだけどな。おう、まあ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 、あ、逃げた。ああ写真撮らせて。悪かった悪かった。悪いことしたかな。で、これに対しても今まだコメントの反応はありません。いいですよね。しかもその上り返しを上り返しを変えてくるし、犬にめちゃくちゃ吠えられる人間で、あの犬に吠えられゲーっていうぐらい吠えられます。吠えられゲーとして確立するぐらいに。
行っていいですか。いや、動いてる。ってことは電波ですね。いや、電波悪いみたいです。お、いらっしゃいませ。パスハンティングは、パスは陶芸、ハンティングはアサリ、陶芸アサリパスが陶芸ってのはあまり馴染みないですよね。わぁ、ちょっと待って、3、4分前ですよね、さっきのワンワンは。電波悪いか、電波悪いか反応遅い。もう忘れてる頃に、忘れてきた頃にすごいラグだな。 FM エリアあれです、あのバッファーで後で流すっていう、あのその時繋がらなくても後で流してこぼれないようにするっていう動きするからなんですよね。見えないのにあ、声だけしか入ってないのかイベント、あ、イベントずらさなきゃダメですね、後で。うん、ここはまあ数バイト送るだけ、数十バイトかな、送るだけですからね、サーバーに。あー、いいな。でも実は GoPro とかこういう明暗差が激しいところは弱いんですよね。あ、うん、アサリ、ハマグリ。そうそう、この辺のこの段々畑っていうのかな、やっとラグかな、これ。ラグでございます。この辺の斜面すごいですよ。時差式すごい時差だった。今はぬるぬるです。今ぬるぬる、わらわら、声が遅れて聞こえてくる。来るよ。この辺の作業本当大変だと思いますよ電波安定してます。てかこの辺り斜面側に倒れたら下まで落ちてきますよね。そういうので怪我した人とか結構いるんじゃないのかな高いところ苦手な身としてはちょっとああいうところでの作業は勘弁。崖から落ちないようにね。そう、崖から。ん？車が？さすがに電波安定線な。電波厳しいみたいですね。秩父っぽいかな、かな。この土日は久々に走ってます。まあ先々週も和田峠に行ったりはしたんですけどね、放送外で。うん。今のワンワンもまたあれか。もう5分以上経ってる。多分。林道ですね。林道です。これ林道名前ついてるんだったかな。あ、行ってないよ、行ってないよ。この道は誰かに教えてもらったんだったかな。それとも自分で地図見て発見したんだったか。ん？コーヒー？土砂崩れのとこはなかったです。買い物、うん、やっぱ車で、うん、コンビニもこの先見覚えないですね。転げ落ちたら止まらなそう。うん、そう、さっきのとこ転げ落ちたら本当にそうだと思いますよ。
お、山猫だ山猫だ、超逃げる超逃げる、わざわざ路上を2分ぐらい、さっき道路じゃなかったですけどね。よかった、写真撮る間だけ止まってくれて。何だったんですか、ね、ん、あ、黒、猫です。あ、猫だったんだ。白黒の、えらく鮮やかな白黒の、ひょうひょう、でもなんか顔が精悍でしたね今のは。いや、すごい。いやでも結構こう程度はいい道だと思いますよ。これより、いや、これは別にそんな本当に僻地ってほどではないと思いますよ。まあそれなりにではあるけど。あ、3割かな。うん、音声が。うん、今日は臨港です。高尾山インター、え、あそこですか。この間あの小樽見峠の下りで見てきたところ。あ、スリップ注意っていうのは今写真が、現在地は多和峠のあたり。山猫またずれてる。お、水仙、牛、うん、牛系かな今のは。模様としてはパンダ系じゃなかったな。牛なのか。現在地下、ん、現在、あ、URL あれですね。ちょっとあの URL 判定できる文字列になってないんで、あの HTTP まで入れないと自動的リンクにされないみたいなんですけどね。ただ HTTP 入れると文字数が足りなくなる、1000文字までなので説明文は。でもそれ取っ払ったおかげで、100均スピーカーとか、各種カメラのヘルメットの設置方法の URL をちゃんと書くことができました。100均スピーカーのやつはまあちょっと前のヘルメットの写真なんですけどね、付け方一緒です。ん、鳥の声。お、うん、タケコプターよりもなんか不格好な感じですよね。上のものが真四角だし。ん、何の猫。あ、この辺りちょっとロードだとタイヤ的に厳しいかな。お、離れた。ちょっと待って、まだワンワンって言ってんのか。本当になんか FMLE のバッファーっていうのは長いですね。あんまり長いのも。この辺りいいですよって、今の景色だって言ってるのはさっきの畑の方かな。うん、コメント斜面ですよね。あ、お疲れ様です。100均スピーカー、今借金って言わなかったかな。気持ちが、あ、ありがとうございます。気持ちがいいです。実際そんなに寒くないところがいいな。いや、延長じゃなくて継ぎ枠です。多分継ぎ枠で着くか。で、来ます。枠終わったんで撮ります。あ、でもあのさっきの県道に合流するまでは別に迷う道じゃないんで、
グローブしながらなんで、ちょっと和骨です。あ、しまった、ビットレート低いものだけど、まあいいか。お待たせしました。ちょっと今ビットレートが120キロで低い状態なんですけど、まあどうせ電波また悪くなるだろうからこのまま行きます。よし、いらっしゃいませ。もうこの枠、あ、でも30分じゃつかないかな、上野原まで。ネローさんの枠タイトルが、はい、大月から上野原目指すってなってました。うん、平和を感じます。平和を。え、ここって、この場所のことなのか、放送の話なのかな。でも放送の方じゃなかったら私はいい思い上がりですよね。電波もう良くない？早速やっぱそうなのか。もうすぐさっきの県道と合流ですね。Z さんは今はすぐ後ろ。おお、水線がすごいな。お、よしたい。これでどうだろう、電波急道走って、あ、そうだ、ここから先も確かどっか急道あったんだよな。ちょっと待っててくださいね。いらっしゃいませ。確かですね、これ県道まっすぐ行くんじゃなくて、さっき Google マップで検索したら急道が出てきた。ただアップダウンもありそうだったんで、どうしようかなと思ってるんですけど、まだまだ県道だな。この先、譲り原小のところの分岐で川沿いらしき旧道がある。しばらくは県道沿いです。まだ復帰しませんかね、映像とか音とか。県道に戻ったのに、天下の県道に。あと7枠、2枠ぐらい行きそうだな、これだと。この枠含めて2枠ぐらい行きそうな感じです。コメントラグひどい、わらわら。まだ電波良くないか。そう、ここにももみじ、もみじ庵って書いてありますね。蕎麦屋さんがあるんですけど、ここはまだ来て寄ったことがない。ピンピンってみたいな。そう、そこにもかかせがある。GoPro に今給電できてない気がするな。ないような。うん、配信機材はウエストバッグの中が 1.5 キロぐらいで、ヘルメットの上に乗ってるウェブカメラとか一式で200グラムぐらいに乗ってるかな、170グラムぐらいだと思います。
だから合わせて2キロないぐらいです。ただこれ PC がかなり小さいやつなんで今は売られてないんで、今時揃えるとなるとレッツノートになるだろうから、あれが1キロぐらいだから2キロはオーバーするぐらいかな。あの拡張バッテリーもウエストバッグの中に入れてるんですよ。っていうのは伝わってるんだろうか。ちょっとついで USB 給電のこともあるからチェックしよう。あ、来ててください。ちょっとチェックをいくつかするだけなんですぐ。ああやっぱり電波か、仕方がない。アンテナ拡張するとなんか違反になるんじゃないでしたっけ。17.00、あ、もう17時か。17時にはもう上の原にはさすがについてるだろうと思ったらそんなことはなかったぜ。そう、長寿村、日本一の長寿村なんでしたっけ。あそこは上野原の譲り原地区になるのかな。窓井線、電波良くないな。蓄積、それ関係すると思うんですよね。でもまだ夕焼けじゃない、まだ。多分コメントが一方通行で私が聞いてるだけなんだろうな、これは。申し訳ない、でも電波のせいだから仕方がない。その単語はなんだ、単語は。
待たせしました。お待たせをしました。これでいいですかね。いらっしゃいませ。ちょっとカメラの角度またおかしかったら教えてください。で、GoPro の方が電池切れちゃってました。やっぱり給電できてなかった。というか、給電元になってたウエストバッグの中の拡張バッテリーが切れちゃってました。壁。でですね、この道初めて来たってさっき言ってたと思うんですけど、なんかこの建物すごい見覚えがある。このトイレっぽいやつ、これ前見てるよな絶対。ん、何マニア、あ、のり面か。この建物は昔見たことがある。放送中に、あ、お久しぶりです。なので多分この道通ってる前に、いつ通ったんだったっけな、鶴峠登るときに通ったんだったかな。実家ですね。実家、今の地下に潜る階段があるみたいな話もしてたな、あの時。だけど GoPro のやつはさっきどこで切れたか分からないんですけど、今再開しました。で、再開してるのうちにちょっと時間かかってしまいました。絶対前ここ来てるはず。ん？なんだ今のと。Z さん、あ、待ってる。登り返しだとどんぐらいかな。沢沿いにただところどころアップダウンあるみたいですね。 USB は接続力弱いから、 USB、 いや今のはどうもPC と GoPro の両方に給電してた拡張バッテリーが切れたっぽいです。で、その次の質問なんだっけ。マウンテンバイクとクロスバイクは、クロスバイクの方が汎用性高いんじゃないかと思います。その前なんだっけな、なんか機材関係の質問されたような。あ、お待たせしました。あ、リンコ帰宅、そうです。みたいなタイミングですか。ネロさんと、ネロさんと同じタイミングになりそうだという。あ、スピーカーの話だ。私が買った100均スピーカーですね、セリアで買ったんですけど、100均のセリアで最初に買ったこんな、なんか2センチ角ぐらいの小さいスピーカーはですね、音量的に全く聞こえませんでした。で、次に買ったのが黒くて丸っこくて2個のスピーカーが横に並んでる100均スピーカーなんですけど、黒いやつ。お、ライクさんいらっしゃいませ。いや、黒いやつ、あ、白いやつはそのダメだった方ですね。で、黒くて丸っこくてスピーカーが2個並んでるやつは、2個並ぶというか、1つのこの四角っぽい中に横に並んでるんですよ、黒いやつ。あ、そうだ、そこのところは私のこの枠説明の100均スピーカーっていう説明の横に書いてある URL をコピーして開いてみてください。そしたら写真が出てくる。それだったら PC からの出力でなんとか今聞こえてますね。最大音量でちょうどいいぐらいです。確かにあれスピーカー、ものによっちゃ音量全然違いますからね。ドッペルキャンがそんなの出してるのか。うわ、空気入れは必須ですね。電源、うん、そうそう、うん、こんにちは。うん、33号ですかね。 Z さん、いや、妄想してないですよ。大丈夫大丈夫、どうどう。そう、100均スピーカー当たり外れものすごいですね。今使ってるこれも当たりと言えるのかどうかわかんないですけど、一応使います。ん、ほら、いらっしゃいませ。あ、これも前見た、これも前見た覚えがある。間違いない、絶対通ってるこの道。はい、
あ、そうですそうです、凍ってた。絶対ここ通ってる。忘れてたけど。実感、そうですね。前の人知り合いです。この人は知り合いです。ゼナントカさんです。で、いくつだったかで年齢がいくつかです。さっきから書いてあるの八重トレって何でしょうね。八重トレなのかヘジウトレなのか。まあ友達かな、友達ですね。八重トレ。これさっきあの蕎麦食ったあたりにもあったんですよ、八重トレ。映ってますかね。なんだろう。八重トレ右。トレッキング。トレッキング。あ、本当だ、それっぽいな。八重山ハイキングコース八重トレ（かっこ帰り）。ああ、それっぽいですね。トレッキングか。そう、この道本当に来た道だ、絶対に。すっかり忘れてる。でもさっき見たの橋あったかな。八重山トレッキングだと思います。八重山って、ん？画数。自宅へ。あ、この橋はなんとなく見覚え。あるかな、いやないな、忘れてる。これはあの秦野峠林道の入り口あたりにあるのに似てるような気がするな。お、これは電波良さそう。これは何の電波塔なんですかね。これはどこでしょう。あ、どこも。じゃあスピードテストとかスピードテスト。サイレンが鳴るんですか、ここは。今電波バッチリのはず。ドコモ、かしこも。でもドコモっていう名前はあのいびきたす的な意味でそういうのであってますよね。そう、画質は今あの通常配信で、しかも割と荒めの画質あの設定にしているので映像はちょっと良くないと思います。でもあの別にビデオカメラっぽいので撮ってるので後で動画アップします、このコメントと重ね合わせて。あ、中央道が見えてきた。中央高速かな。降りてきましたね、やっと。あ、ここは前来たことがあるはずなんだけども覚えてないから。いいとこだな。え、あ、逆です、逆です。あ、吠えるか吠えるか吠えないか。うん、スピーカーメットに。そうです、あのこのスピーカーはかなり軽いですね。どちらかというと GoPro っていう、そのなんだ今の音、 GoPro っていうビデオカメラが動画が、そうですね、後に残せるので。というかあの野外配信だとどうしても画質に限界は、かなり低い限界が来るので、それを高画質で後で残せるっていうのは結構個人的に嬉しいんですよね。ただその動画自体が価値あるかというと、まあそれは別の話。こうやってやり取りしてるんだったらまだいいんですけど、やり取りなくてただ延々と走ってる放送、走ってる動画っていうのはきついもんがありますね。だから今日の分も放送やってなかったところの動画は早送りでやるかどうかって迷ってます。迷って語ってます。でもああいう編集せずに丸々載せるっていうのはあんまりやってる人いないのは、もちろん見る人がいないからなんでしょうけど。あ、そうですかね。でも自転車だと母いますよ、車と違って。ロードに比べるとマウンテンは不利。お、語り部。うん、そう、編集めんどくさいです、大変めんどくさいです。だから私は編集しなかったりします。単にエンコードするだけ。だから見る側で、え、見る側で、やっと環境、なるほど。
早くない方が、ああ、じゃあ音は消してご覧くださいみたいな感じで提供するのもありなのかな。リスナーが、ああ、生放送のって意味ですかね。リアルタイムのやり取りの。確かにそれはあります。それ認めます。早送り、本当ですか。じゃあ今日の分はとりあえず全部リアルタイムで、うまみを、ああ、確かにそれはありますね。コメントの内容によってそれを横から見てる人が面白いかどうかっていうのはかなり左右される。スリック、お、久々の人いらっしゃいませ。私は昨日今日放送してます。私はうまいかっていうと、多分人肉と豚肉と似た味がするらしいからそこそこうまいんじゃないですかね。脂身も結構ついてますから、今霜降ってますから。ん、すげえ木、あ、酸っぱいんですか、人肉。でもあの豚肉の、あ、前の峠ってあの和田峠ですか。さっき Z さんからも言われたんですよね。意外でした。結婚式を生姜焼き、ただ逆にあれを等速で流すとピロさんとかとやり取りした会話なんか、まああれ遅送りすればそのまま会話が流せるんですけどね。まあでも気にするほどの内容は確かなかったはずだから、通常版も作ってみますかね。とりあえず今日の分はそうしてみます。ただそういうのって普通の映像作品とはまた別のもんですよね。どういう言い方すればいいんだろう。あれ、それコンビニどこにあったんだっけ。あ、これ33号、ネギ姿、私も見たくないな。水着姿に近いものはホームページに載ってます。北海道の礼文島の山崎、もともと商店がベースになって始めやすいからじゃないですかね、何かの理由で。で、私の水着はですね、北海道の礼文島でのトド島っていうところに遊びに行った時の写真の中に1枚入ってます。その時私レーパー一丁で海飛び込んでます。今日はちょっと時間的どうかな、間に合わないかも。振り返りは明日になる可能性が高いです。今日はどうだろう、なんか帰りの電車でも爆睡しそうな感じですよ。今まだ眠気がちょっとある。そう、デイリー山崎、こっちも山崎ですね。え、デイリー、あ、山崎か。明日、そう、私も明日は何時なのかな。ほろり、どうぞ。あ、先着きますか。こっちは下ってますからね、山帰りの人。あ、今日はそうですよね。そう、今日帰りの列車は中央線時々結構混んでる。今日これで50キロ60キロぐらいだと思います。186キロって前の人が言ってます。おお、今のトロリオーっていうのは水曜どうでしょうネタですよ。最近忙しさは、まあまあですかね。いくら配信か。本田川はもうそろそろ。そうそう。別に私は忙しいから配信できてないわけではないです。ただ行く場所なかなか思いつかないんですよ。できるだけ自分が行ったことない場所でしかも電波がありそうなところっていうのは難しい。まあそもそも行ったことない場所っていうので、行きやすそうな場所が見つからないんですよ、なかなか。関東圏だと。なんか行き尽くしたみたいな言い方ですけど。動画編集に、ああ、それもたまにやってますけど、どちらかというと今この配信してるみたいないろんな機材の準備とかはしてました。その GoPro 頭に乗せるためのマウント作ったり、あと何作ったかな。あ、そうそう、そのウェブカメラを固定するためにウェブカメラについてくるマイクスタンド的な台座の先端だけちょん切ってヘルメットの前の方の穴につけてみたり。
どこも行ったことを忘れてますね。北関東か。うん、北関東はあんま行ってないですね。作業配信、あ、作業配信ってと思い出した。アーツさんがスピーカー付きのスピーカーかどうかわかんないですけど、配信用のヘルメット作るって言ってたけんどうなったんだ。私あれ待ってるんですけど、私みたいに100均のスピーカーをただガムテープで貼り付けるというよりもうちょっとスマートなやり方があると思うから、もっとよく聞こえるやり方が。ん？ん？どれですか？いや、欅を撮っただけで。あ、欅のこの大欅の街ってやつですか。大欅の欅、ぼやきみたいですね。うわ、割となんかあのストレートな欅っていうのが、多分画像検索で欅で出るんじゃないですかね。モジピッタンの、モジピッタンのあのキャラなんて言うんでしたっけ、モジモジくんじゃないかな。モジピッタンのあのキャラ をアフロにした感じ。何が抜け出してる。あれ、モジモジくんじゃなくてなんて言うんでしたっけ、モジピッタンの、モジピッタンのあれ、モジピッタンのあれ、ディスクシステムのキャラクターみたいなあれ、黄色いやつ、フラッピーみたいなあれ。そう、あいつあいつ。上野原駅どっちだっけ。フラッピーむっくらしたやつですよね。ん、コナミ。コナミはどれだ。ディスクシステム、ファミコンのやつのキャラがあんなんじゃないんでしたっけ。あともう一つ似てるやついますね。はい、あ、近い。上野原駅は右の方に入るんじゃないんでしたっけ、どっかですね。駅はこっからしばらく行って右に曲がるだけか。簡単。多分どっかに上野原駅右右折っていう看板があるはず。そう、駅に向かってます。ああ、そう、ヘルメルカースも。ていうかあの手のキャラ、四角くて可愛げがあって黄色っぽくて目がついてる、大体同じ感じですね。いや、ここそうですね、今回切らなきゃいけないな。ニコニコのなんだっけ、酒まんじゅうストリートっていうんですか、ここ。酒まんじゅう、北西から、北西から、なるほど。高橋名人、明星高校の、ん、あ、え、なんて、なんて、街道、これ今国道20号のあの甲州街道ですよね、ですね。これは甲州街道です。甲州街道は場所によって全然違うな。あ、これですね、都市伝説。何それ。この辺りまだマシですね、甲州街道として。上野原まんじゅう名物でしたっけ。あ、なんかそれ前見たっけ。頭薄くて、あの人ももういい加減おじいさんでしょう。何歳ぐらいだろう、50、60ぐらい、50代。私が子供の頃大人だったから。今このネロさんはデコシャじゃなくて普通に配信者です。今放送してないですか、ネロさんは。この辺りまで来たら配信してそうだけどな。電波いいし。ん、桜だ、何連打。なんかあの16連打だけをなんか高めてきたらもっといてそうですよね。ん、何のニュース。今だったら秒間60フレームぐらいだから60連発。あ、悪く、ネロさん枠取り中です。あ、ずっと、あ、今でもすごいな。検証員、私はあの痙攣系の連打じゃなくて、私がもっぱらやってたのは、もっぱやってたのはあのピアノ打ちってやつ、ピアノ打ちでいいんだっけ、ピアノ連打、こう、こう、
人差し指と中指で交互に打つやつ。そんなに速くないんですけどね。こっちの話、まあ古いゲームとかの話ですね。定規ですね、鉄定規ですね。あれボタン壊れるから禁止されてるとこありましたよ。昔あのコナミのハイパーオリンピックというゲームがございまして、いかなこの手の話題は再現ないな。擦るのも、擦るのはあのコインで擦るのもまた禁止されてましたね。コインで擦るとボタンが削れて中が見えてしまうんで、定規はですねガタタタタガタタタタタやるんですよ。今のも分かりますか、こうガタタタタタガタタタタタって。何この中井村、スターフォースの連打ゲームですからね。今度見せてゲーム、うん、こんにちは。34年、あ、地取りさん、なぜ地取りさんがそういうこと知ってんですか。34年、今54か。まだ還暦じゃないんだ。定規の使い方分かりましたか、お分かりいただけましたか。あ、モノサシスト、あの人すごいですよね。モノサシストって何人かいるんですかね。モノサシストの動画は何度か見たことあります。ん ?18 時21分の前が10何時だ。あ、でも18時21分でちょうどいいぐらいじゃないですかね。30分あれば、それの前ってことになるともう10分ぐらいしかないのかな。まあどうせネロさん待ちにもなるだろうし、18時21分いただきますってことは帰りは何時頃だ。8時ぐらいか。8時なんてまだ腹減ってないな、きっとさっきそば食ったばっかりなので。いや、特急じゃなくて鈍行で帰ります。鈍行でも1時間ちょいぐらいなんで、1時間20分かな、半かな、1時間半かな。あと特急は結構いっぱいなってませんか。すき家は今日朝食ってきた。夕食は8時9時スピードパッキング。そうだ、パッキングのところはまだ GoPro で撮ったことないな。ん、何のやつ。竹市場ジョイスティックで十分だ。うん、あ、止まりません。あー、なるほど、それっぽいですね。スキヤで朝食、中山のスキヤはですね新しくできたとこで、あ、渡らず右に、あ、違う、渡っていいんだ。あの近く、うちのというか中山の新しくできたスキヤはですね、最近朝食をできて、まだできてもう2ヶ月ぐらい経ってると思うんですけど、朝食プレーンセット190円ですよ。卵とご飯と味噌汁と海苔がついて190円。で、そう、190円安いですよね。あれ、他のところでもやってるんですかね。で、それが豚汁付きだと250円で、でさらに納豆をつけると300円ぐらい。吉野家はバリエーション少ないんですよね。すごい渋滞ですけど、これは何ですか、これは何ですか。うん、なんでそんな、わかんないです。お、新装オープンにしちゃずいぶん長くやってるなと思ってますが、行楽帰り、単純にそういうことですかね今のは。いつものなんだ。ヘリコプター早いですね。でもヘリコプターもフライトプランっているんですよね当然。車、そ、どっちかな、高速トンネル、高速に高速トンネルあるんでしたっけ。近寄るジェット、来るだけですね。こっちで多分いいはず。太るんですか、そんなに乗ってないからかな。もう道なりですね。登ってきた、そうです、あの松姫峠登って、鶴峠登って、あとは下ってきました。
ヘローさんはもう近いんじゃないのかな。なんかああそうか、 Google マップでも見られるんですよね。いかんで、そんなんなんですか。絶対的なカロリー消費量に依存しそうな気がするけどな。ん？太っ腹、最近割と太っ腹です、脂肪的な意味で。うん、振り返り、確かに使えますね。てか今日中じゃない今日中に振り返りできるかどうか微妙です。ちょっと今日帰り8時9時になるんで、夕飯も食ってたらちょっと振り返りの準備間に合わないと思います。ん、何で消費なので、まあ基本的には明日になるとお考えください。 ご想定ください。多分だいぶ眠いだろうし今日は。あ、これは相模湖の上あたりかな、上流あたり。無理、あ、ありがとうございます。うん、体に、うん、夕飯焼き鳥か、焼き鳥ですか、焼き鳥か。海鮮ドコモです。でドコモの海鮮の今後2年間値引きがされ、値引きされるドコモ海鮮を新規に契約したので、来月頭から切り替えます。今使っている海鮮は基本料金だけ払い続けて、払い続ける、いわゆる寝かせるっていう状態するか、あるいは1万円払って解約するか、どっちかお得な方になります。でそっちでも1万かかるから、月々サポートのあれ8万の値引きがあるとしても、 MNP の元から MNP やって、あ、ガビ町の声だ、ガビ町どこ行った、いない。あの目の周りを白い、白く描いたような、多分今のガビチョの声だと思うんですよ。あのいろんな鳴き方のパターンで鳴き続けるやつを。うん、いや信号じゃないです、信号じゃないです、今のは生音です。今の当たり方無茶だったかな。でもあれ 青がついてるってことはいいんだよな。じゃあ上野原駅にもう到着です。でローさんより早く着いたかな。じゃあこれで春に、そうですね、3月4月ぐらいによく見る気がする。前録音で、あの録音することができた時も3月に、あ、ホリデー快速でした。今さすがに暗くなりましたね。 あと1、なんとちょうどいい。じゃあこれで終わりますかな、ますかなってなんだ。じゃあこれで終わってパッキングは GoPro の方でだけ録画しとこうかな。晩飯は帰ってからかな。お疲れ様です。上野原駅到着、お疲れ様でした。じゃあネロさんがこの後おっとり刀でやってくるの待ちますか。おっとり刀でパッキング放送は GoPro の方で今日撮るだけにします。ちょっと放送も同時にやろうとするとだいぶごちゃごちゃしそうなんで、でも GoPro で撮ってもやり取りなかったらあまり意味ないかな。お疲れ様でした。